猟奇の果て江戸川乱歩前回の続きからです老化学者人体改造術を説くことおお客さんかこちらへお入りなさいその人物は手術着のような白衣を着た 白髪、白ひげの老人であった薄暗くてよくは分からぬが顔中白ひげに覆われたムクイのような怪老人である愛之助は何かしら催眠術でもかけられたような気持ちでふらふらと奥の部屋へ入っていったやはり薄暗い部屋であったが見たところ科学実験室と 下下手術室とを兼ねたような感じの部屋であった大きな放浪塗りのベッドがありピカピカ光るメスの類が並んだガラス戸棚が見え一方の隅には複雑な電気装置があり試験管やフラスコなどのゴタゴタ並んだ大テーブル種々さまざまのガラス瓶の行列した薬品棚まあおかけなさい。 飼育員の老人は顕微鏡の置いてある机の前に腰掛けて前の椅子を指し示した愛之助は無言のままそこにかける「あんた生まれ変わりたいのだね」え生まれ変わると言いますと愛之助がびっくりしたように聞き返すと老人はにやりと笑ったそう。 あんたは自分を消してしてまい,たい,のじゃろういや何も秘密を打ち明けるには及ばん。わしはあんたの身の上など聞きたくはない。何も聞かないでご希望に応じるのがわしの商売です。あんたからはもうちゃんと莫大な前金をいただいておる。わしはただ黙ってあんたを生まれ変わらせてあげればよいのじゃ。 愛之助は何か途方もない狂人の国に紛れ込んできたような感じがしたこちらも狂人の気持ちになって考えてみるとどうやら老人の言う意味がわかるような気がするだがそんなバカバカしいことが一体この世にありえるのだろうか生まれ変わることができたら誰だって生まれ変わりたいでしょうねしかし あなたのおっしゃる意味はどういう意味でしょうか。つまりあんたという人間がこの世から亡くなってしまうんだ。死ぬんだね。そして全く別の一人の人間がこの世に生まれてくるのだ。その代価が一万円。どうです。安いものじゃろう。そんなことが本当にできるのですか。うん、できる。 厄介じゃが、一つ説明するかな。ここへ来る客人は皆わしの説明を聞くまでは手術を承知しないからねあんたもそうじゃろ手術と言いますと愛之助はビクッとして顔色を変えた「ははは怖がっているねいや無理はない最初は誰でも死刑台へ上るような顔をするものじゃよろしい」。 素人ばかりのするように一つ説明しましょう。老人はやおらいずまいを直して語り始める。あんたは泥棒や探偵の用いる変装術というものをご存知。じゃろ、カツラをかぶったり、つけ髭をしたり、眼鏡をかけたりする。ありきたりの方法だ。それがもしかつらもつけひげも。髭をメガネも使わず、生地のままの人間の顔。を 芯から変えることができたらどうじゃ。子だましの変装術なんて全く不要になってしまう。わしの方法はその生まれつきの人間の顔をまるで違ったものに改造する本当の意味の変装術だ。男でも女でもよい。非常に醜い生まれつきのものは一生涯恥ずかしい思いをせにはならぬ。恋には破れ、人には蔑まれ、ついには世を呪うことになる。 それを救う方法としてはこれまではたださまざまな化粧法があったばかりだ。化粧とはつまり塗り隠すことで到底生地から美しくなるものではない。目は大きくならず鼻は高くならず口は小さくならぬのだ。ところがわしの改造術はこの不可能事を成し遂げた。つまりわしの方法こそ本当の化粧術だ。 海老人の講義はこんな運にして長々と続いた。その要点を記せば次のような意味になる。人間の要望の基調をなすものは骨格と肉付きである。要望を返回するためにはまず骨格から改めていかなくては嘘だ。骨を削り骨を継ぐ。今日の外科医学ではそれは不可能なことではない。 分かりやすい例で言えば、歯根膜炎や蓄膿症の手術のごとき、日常茶飯事のように顔面の骨を削ることを実行しているではないか。ただ、要望を変えるだけのために、骨を削り、骨を継ぐような大胆な外科医がないまでのことだ。それを回老人はやってのけたのである。肉付きを変えることは一層容易である。栄養供給の高によって、 声痩せしめるのも一方だがもっと手っ取り早い方法があるそれは現に流尾術に行われているパラフィン注射だ頬をふっくらさせるためには含み綿の代わりにその部分へパラフィンを注射すればよい額でも顎でも全て同じことだだが従来の流尾術でもわかるようにパラフィン注射は変形しやすい長い間にはパラフィンが 皮膚の内部で団子みたいに固まって変わるる。形になるまた温度を加えるとグニャグニャになって指で押さえるとへこんだりするそんな方法ではいけない外老人のやり方は中央に織りなされた皮膚組織内にごく細いパラフィン線を別々に幾度も注入してパラフィンの肉質化を図り永久に同じ形状を保たしめる。 決しして団子にななったたり、り溶けて流れたりしないのである。肥満する肉は口腔内から脂肪摘出手術によって巧みに変形させめることができるかくして骨格と肉付き等を変形すればそれだけでもうその人の要望は著しく変わってしまうのだがそれでは無論不十分だ次に頭髪の変形変色が必要である 生え際を変えるためには増毛色脱毛術が応用されねばならぬ髪の癖を直すためには特殊の電気装置があり洗毛剤の利用毛髪の色素を抜出して適栓の白毛を作る洗術が行われる眉とひげについても同様に脱毛触毛変色の方法があるまぶたの変形 二体まぶたの創作等は現に眼科医によって行われているところだが回老人はその手術をさらに拡張してまつげの増毛術まぶたの切れ目の拡大・拡張、つぶらな目細い目自由自在に変形することができる口腔内部ことに歯の変形は要望改変上極めて重大である。 歯を抜き、あるいは植え鼻見を変形する手術は現に歯科医によってある程度まで行われているが街道人はそれをさらに広く深く極めたのである皮膚の引き作についてはある限度まで電気的または薬品手術によって改めることができるがそれ以上はやはり外用の化粧量に待たねばならぬ。 これを要するに回老人の人間改造術はその個々の原理には別段の創建があるわけではないただ従来何人も手を染めなかった総合医術を創始したまでである整形外科と眼科と歯科と耳鼻科と美顔術化粧術の最新技術にさらに一段の工夫を加えそれを組み合わせて 要望改変の総合的技術を完成したまでである。だが既成技術を書くまで網羅的にただ要望返回のために総合利用せんとしたものはいまだかつて前例がない。しかも個々に離れていてはさほど目立たぬ各種技術が一つの目的に集中せられた時書くまで見事な成果をもたらそうとは何人も想像しなかったところである。 実在の人間をモデルにしてそれと全く同じ要望を想像するためには最もモデルに近き身長骨格要望の人物が素材として探し出される回老人はちょうど指紋研究家が指紋の型を分類したように人間頭部及び顔面の形態を百数十の標準型に分類した模造人間を作るためにはモデルと素材とが ここの同一標準型に属することが必要であるある人物の偽物を作ろうとする時にはまずその人物と同一標準型の別人を探し出し回老人自らモデルの身辺に近づいてちょうど画家がモデルを眺めるようにそれを眺めラボラトリーに帰るとモデルの写真をいくつも前に並べて偽物の方の手術に取りかかるのである。 いわば一種の人間写真術だ街老人はだいたい右のような事柄を一種異様の狂人めいた表現で講演したのであるこれを聞かされた青木愛之助が悪夢にうなされているような何とも言えぬ変な気持ちになったことは言うまでもない「猟奇の巣の演出者」 最後の告白を成すこと愛之助は海道人の聴講説を聞いているうちに当然あることに思い当たっていた講演が終わるのを待ちかねてそれを聞かないではいられなかったそれでわかりましたよだから品川四郎が二人いたのですねダーニの品川四郎を作り出したのはあなただったのですね いや、名前は禁物じゃわしはあんたの名前も聞こうとは思わぬ名前も身分も何も聞かないでご依頼に応ずるというのがわしの営業方針でね品川四郎なんて無論わしは知りませんよああそうですかそうでしょうねそうあるべきですね愛之助はしきりに感心しながらじゃあ品川の写真を見せればお分かりになるでしょ しかし残念ながら今あの男の写真を持っていないのでうん写真があればどういう手術をしたかということを思い出すじゃろうと言いさして街道人はじっと愛之助の目を覗き込むようにしながらしかしねあんた写真には及びませんよよろしいか一つあんたに見せるものがあるよくわしの顔を見ていなさいよいかな そして老人はクスクス笑い出した。ぎょっとするような笑い方であった。愛之助は気が遠くなるような気がした。何かしら経典道中の外耳が勃発する前兆のようなものが直に心臓の中へ踊り込んできた。老人は目尻に皺を寄せてニヤニヤしながら長いひげを手でつかんで。 きゅ,うきゅうと左右に振り動かしていたがするとひげ全体がゴムのように伸び始めたいや伸びたのではない離れたのだ皮を剥ぐようにひげの根元があごから離れてきたのである顔中のひげを取り去ってしまうと今度はもじゃもじゃの頭髪に手が伸びたそれが左の方から ぐるぐると向けていった白髪の下から黒い若々しい髪の毛が現れてきた愛之助はひょいと立ち上がっていきなり逃げ出そうとしたカツラとつけひげの下から現れてくる顔見たくなかったからだしかし見てしまったもう逃げ出す力もないへなへなと元の椅子に腰を下ろした 海老人の顔の下から新しく生まれた別人の顔がにやにや笑っていた。笑っている口がどこまでも無限に広がっていくような感じであった。ははは、どうです。品川シロというのはこんな顔じゃなかったかね？老人の声が品川シロの声に変わっていた。 顔も品川と寸分違わなかった三人目の品川四郎が忽然としてここに現れたのである「ああ、oh, あんたは君は?」それ以上口を聞くこともできなかった愛之助は恐ろしい悪夢の中にもだいていた「おい青木君、どうだね?」 これが猟奇の果てというものだぜ三人目の品川志郎が品川志郎の声で品川志郎の心やすさで話しかけたえ、猟奇の果てだってそうさ、これが猟奇の行き詰まりというわけさどうだい、堪能したかい堪能だって 君の持病の退屈が救われたかというのさ。退屈だってふふ、<laughs> 君は退屈を忘れていたね。退屈病患者の君が退屈を忘れていた。これは一大奇跡だぜ。その奇跡量が一万円は安かろう。え、一万さっきのポン引き青年に君が渡した一万円さ。 人間解像術なんて嘘っぱちだよ。あんなおのおの面のような顔の青年を雇って街老人の介助術をまことしやかに見せかけたというわけだようんそうかすると君もうん正真正銘の品川四郎科学雑誌社長の品川四郎兼スリの品川四郎君の奥さんを食べらかした品川四郎 生首切符の品川四郎「はははどうだねまさに1万円は安いもんだぜ」愛之助はポカンと口を開いたままアホのように黙り込んでいた「種明かしが必要かねどうも必要らしいねいいか君は退屈病患者だあらゆる料金をやり尽くして」。 後には本物の犯罪が残っっているだけだけた。人殺しが残っているだけだっただが君はそこまで進む勇気がなかったなくって幸せさ出なければ今頃は刑務所か首吊り台だぜそのできないことを見事にやってみせた君のためのまた僕のためにね君はそれでしばらく退屈を忘れきることができたし 僕は僕でまた君のような利口なやつをだましおせる楽しみをつくづく味わったんだからね愛之助の目はまだうつろであった彼は信んずべからざる事柄を信じようとして苦問していた何もかもトリックさという意味はねまずふだんのスリだあれは僕だったわざと君の傍らへ行って呼びかけさせ 違いらしく見せかけたのさ石垣の中にあった財布は別にすりを働いたもんじゃない古道具屋に頼んで買い集めたフル財布に過ぎなかった東京のホテルで君と昼飯を食っていた僕が同じ日京都で活動写真に撮られていたというのも嘘だよあれは心安い映画監督に頼んでああいう手紙を書かせたのさ わわざわざ京都へ行って群衆に混じって映画に入ったのは別の日なんだよこれも同じ監督の行為でね考えてみれば僕という男も水郷さ麹町の例の覗き一件は僕の最大の力作だった最初君が一人で覗いた時に馬になって這い回ったのは各いう僕だ露出郷というやつかね大芝居だったよそれとも知らず君が僕を誘い出して 二人で覗いたときのは、僕の替え玉だ。相手の女が同じ女なので、雰囲気を作るのはわけはなかった。顔は違うけれど、体の格好が僕とそっくりの男を雇ったのさ。思い出してみたまえ、あの男は上手に振る舞って、決して君に顔を見せなかった。君は体の一部分や後ろ姿ばかり見て服装も同じだし、相手の女も同じものだから、うまく錯覚を起こしてくれたのさ。 そこへ持ってきて、僕が覗いた時には僕とそっくりのやつと面と向かい合ったように装い震え上がって見せたものだからいよいよ君は騙されてしまったというわけだよ。それから新聞写真に品川四郎が2人顔を並べていた一件だね。これもわけはない。新聞社の写真分野を買収して群衆の中へ僕の顔をうまく貼り付けて写真銅版の原版を作らせたのさ。 群衆の中に何者がいようとニュースバリューは変わらないからね新聞社にとっちゃ何の通用もないだから写真部員も僕の買収に応じてくれたんだよ池袋の貝浴これがクライマックスだったねあれはただの空き家に過ぎないそれを僕がちょっとの間借りておいて色々再行したんだよ君に殺された男うんあれもかく各有僕さ とうとう君の念願の人殺しをさせて、最上のスリルを味わわせてあげたという次第だ。ははは、ぼんやりしてしまったね。信じられないかいあのピストルは空砲、僕のワイシャツの胸には、血のりの入ったゴム袋が忍ばせてあったんだよ。君が発砲すると、そのゴム袋が開いて、ドクドク血のりが噴き出すという仕掛けさ。あんな子供ならしが成功したのは、すべて雰囲気だよ。 イリュージョンを作り出す僕の芸の力だったのさいささかうぬぼれても良さそうだね